テトラパックテトラパック本社スウェーデンルンド中央のはテトラジェミーナーセプティックテトラクラシックテトラパックは食品用使用機の開発製造を主たる業務とする国際企業スウェーデンで創業しスイスのローザンヌに本社を置く創業者はルーベン・ラウジングテトラパック及びテトラパックは登録商標である 同社が開発した三角パックの続称で知られる四面体系使用機の商品名でもあった。テトラパックは同社が開発して製造する四面体系使用機の旧名称で現在はテトラクラシックと称する。現在は四角いテトラブリックや屋根型のテトラレックスなども手掛ける飲料用使用機と重点包装システムで有数の企業である。 1961年、同社は世界で初めて無菌充填技術を開発し、食品製造業に革命を起こした。主力商品のテトラブリックアセプティック容器などに使われている、この無菌充填技術は、食品の色、風味、栄養を保ちながら、常温で長期保存を可能とする。日本で三角パックと多く俗称される、テトラクラシックは、 同社が1952年に発売した飲料用使用器である。三角形の形状はピラミッド型の四角錐や正四面体であるとの誤解も多いが、実際は正四面体ではない三角錐で、名称のテトラも四の意味である。単位容石あたりの包装材が廃棄分や糊代を参入すると最小となり、一枚の長い紙で製造できる利点と、 輸送に六角形の専用ケースを要する欠点がある。現在は輸送や店頭の陳列で利点が多いブリックタイプが主流となり採用例が減少して日本テトラパックは国内の販売を2004年6月から休止していたが2014年7月に10年ぶりに販売を再開した。ありがとうございます。